おめでとうございます今日3月7日はサウナの日こちらは語呂合わせでサウナ3と7でサウナ <laughs> そんな語呂合わせの日だそうです皆さんサウナは入ったことありますか私はあのー、以前。 お休みの日に学生時代というか、まあ、高校の時のお友達に連れられてあの岩盤浴というものに行ったことがあるんですがあの非常にね暖かくてあの気持ちよくて寝てしまったんですけれども <laughs> あの寝ると危険だそうです皆さんもあのサウナに入って寝るのは危険なのでサウナは適度なあの時間で 出てきててき我慢はししなないいよううにしてくだださい <laughs> 何の注意喚起なんだろうでもねあの何事も無理をして,し,てしまうとあの体や心が壊れてしまうので本当に最後まで頑張ることは本当に大事なことですがあの無理をするのと最後まで頑張るのは違うことなので無理をしないように 楽しく頑張れるように <laughs> 祈ってますねそれでは今日のちょこっと英会話フレーズ今日はこんなフレーズ用意しました「ファイト h e f フィニ s h l ライン」笑らちょっと最後まで頑張って。 ね、さっきも言いましたけど「フ h イ to the finish line」最後まで頑張ってね頑張れない時にあの応援をね、もほんとにあのもうちょっとでゴールにたどり着くのにそこで諦めてしまうのはもったいないと思うのでそういう時に「フ h イ to the finish line」 あなたならできるよ最後まで頑張ってという気持ちでこのフレーズを使いたいと思います皆さんもぜひ応援の言葉として使ってみてくださいそれでは最後に今日のちょこっと占い今日はこんな占いです リラックスのためにあなたが買ってきたものは1から3の中から選んでみてくださいそれでは1 <laughs> それではって何だろう1炊き枕2アイマスク3アロマキャンドルさああなたはどんなものを買ってきたんでしょうか1の「 抱き枕を選んだあなた今日は安心できる場所ができるかもしれません心が安らいだ分人に優しくなれそうですそんなあなたの今日のラッキードリンクはホットミルクです2のアイマスクを選んだあなた気づいたら目標に達成しているかもしれません たまには、一休みしてみてもいいんじゃないですかそんなあなたの、今日のラッキードリンクはハーブティーです私のおすすめのハーブティーはえちょっと酸っぱいんですけどハイビスカスとあのローズヒップのお茶がすごく好きですペットボトルとかでもあるのかな3 <laughs> のアロマキャンドルを選んだあなた 今日はろうそくの日のように優しくあったかいものに触れることがあるかもしれません灯した日が消えないように優しさを返していきましょうねそんなあなたの今日のラッキードリンクはフフルーツフレーバーツレバの紅茶ですアップルティーとかピーチティーとかそういったものは多分手軽に購入できるんじゃないかなって思います 今日は3月7日、今日今が過ぎたらまた皆さんに配信でお会いすることができますまたいろんなお話できるように <laughs> 楽しいご報告もできるように今日も一生懸命頑張りたいと思います皆さんと一緒に <laughs> それでは皆さんが今日という日を素敵にそして幸せに過ごせますように。 いってらっしゃい <laughs>